対死なないと約束します。それじゃダメですか。ねえ、レーダーって知ってる？正面そっちもちゃんと見てね。ブラスターブラスター全開やれるはず。今の攻撃息ぴったりだった。これなら、いや違う違うぞ。今攻撃すればあの敵を倒せるチャンスだよ。逃がさないで。ありがとうございます。突然近くに敵の反応気づいてる？ごめん。リフィールドハンド。あなたボロボロじゃない。倒されないよう敵の動きに注意して。ブランド、このままじゃやられちゃう。早く離脱して。だんだん状況が厳しくなってきたみたい。僕らにはまだ勝てる目が残っている。仕掛けてくるんだ。十分に注意して。沈め。僕らがこの時を見た。この瞬間を待っていたんだ。敵の様子がさっきと違う。警戒して。ふざけるなよ。きっと今もああして体の上を通る風をただ感じ取っているだけなんでしょうけど。どんどんモビルスーツの性能を引き出してるね。ニューガンダム、行きます。奴らの企みを阻止しなくては核の冬が来るぞ。敵はダウンするまで攻撃しなきゃ終わらないんだからね。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。敵が着地した隙を突く。最高の作戦だね。当たる。やるね。ナイスタイミングだったよ。そこ、しといててくれ。あれか。前期撃墜。敵も実力差を知ったわよね。この戦い、フィンファンネルで勝てるさ。逃がすか。邪
邪魔だ。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。僕が基礎設計したニューガンダム、いい調子だ。戦いは始まったばかりだ。どうだ？逃がすか？この俺たちはジオンの残党狩りばかりをしているのではない。反対した機体で再出撃することになるかもしれないってこと忘れないでね。捕らえた。進め。行け。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。どうだ。とてな、このくらいやられる。捕らえた。そこだ。油断するなよ。サイコフレームが強振した。この首は苦しい状況だけど、なんとかなんとか粘って。行け。そこか。撃て。ねえ、うん、どういうこと。仕掛けてくるのか。十分に注意して。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。やらせない。次に撃墜を確認。でもまだ兵器の数は多いわ。気を引き締めて。あと少しで敵を崩せるはずだ。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。飛び抜きスーツの性能を活かせるまだ。そこから私たちの反撃の始まりね。一押しで勝てる。勇敢なのは盾じゃない。己、俺は見たの。今の攻撃息ぴったり。そろそろ終わりに。どういうことか。ダメだ。戦況が厳しくなってきたのだ。サイコフレーム、赤ちゃんの声が聞こえた。どうだ。聞いていない。行け。どこから。どうだ。くそ、何かが足りない。人が人に罰を与えるなどと。一度失敗してもまた勝てばいいんだよ。だから頑張ろう。行かせてくれ。ユニコーンを回収しないと連邦軍だって下がれないんだ。そんな行け。続け。あなたとここで何も見えていないんだ。逃がすか。何をしようとしているんだ。味方機体との性能差も考えて戦わないと後で困っちゃうぞ。当たれ。ビームマグナムを使う。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。ビームマグナムチップ。あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。こいつは威力のあいつ。もうやめてくれよ。カートリッジ見つけた。私たちに落ちた兵士ってわけで。やめてください。
なんであんたたちはそんなに戦争したかったの。あの時かなり弱っ。なんてこと。味方がやられてるわ。早く救援に向かって。もらった。そんな大人修正してよ。さっきと違う。警戒して。ベー、それとガンマさんに俺に近くやつは私の無理でこじ開ける。そこ、すいません。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。俺の死神らしさが増してきたんじゃねえの。これでも食べた。沈める。俺が頼む。状況が厳しくなってきた。もう一度頼むぞユニコーン。ブラックで勝利することに意味がある。あれさえ倒せばビームマグナでは加減が効かない。最大出力で。ユニコーン仕掛けてくれるか。十分注意して。もうすぐ、もうすぐ終わり。あなたは見ているだけで。分かってますよ。男が人前で泣くもんじゃないって言うんでしょ。また戦争地帯が増えるのかな。リンクス、ユニコーンガンダム、行きます。俺はまた戦わないといけないのか。攻撃の後も油断しないで、すぐに動けるようにしないと。もらった。もらった。今の攻撃、息ぴったりだった。当ててみせる。すぐ近くに敵の反応、気づいてる。もうやめてくれよ。ビームマグナムを使う。あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。これで一気に空気になったよ。これ以上は待ちわびたぞ。当たれ。ビームマグナムを使う。もらった。見えた。カートリッジ、そっちの絶望を押し付けてもらっては困る。よくも私のフラッグを。
当時のルールからルーでいいわ。勝つためにできることを精一杯しましょう。そこで当てる。このまま突っ込む。そこ行かせた。あんなところに敵にこっちの位置がタッチされてるのよ。当てる。あなたが味方でよかった。そう思うの。味方なんて伺ってたら気まくれちゃうわ。あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。違う、見せてあげるわ。そこよ。やった。なんてこと。味方がやられてるわ。早く救援に向かって。このまま突っ込む。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。何やらせるの。この様子がさっきと違う。怪我して。じゃないの。これで終わりだ。来なさい。ずいぶん手痛くやられちゃったわね。一度失敗してもまた勝てばいいんだよ。だから頑張ろう。さあ、どこからでもかかってらっしゃい。のルールからルーでいいわ。どんな状況だって慌てずに対処できればなんとかなるよ。警戒。これでストレート。状況は苦しくなるの。切り刻まれて大王様。一気に派手に暴れてやろうぜ。最後まで見届けるぞ。どうやって。私の見せ場が完成。今の攻撃息ぴったりだった。しつこい。しつこいな。いい加減にして。もう一度撃墜を確認ぜ。でもまだ敵の数は多いわ。気を引き締めて。そこ。そこよ。ロニア。いないぞ。ここも仕掛けてくるみたい。十分に注意して。なんだというのか。ずいぶん小さくやられちゃったわね。一度失敗してもまた勝てばいいんだよ。だから頑張ろう。
ずい。乗りこなしてみせる。倒しきるまであともう少しだね。気合い入れていこう。チームアム、行ってくる。私には私のやり方が。よく見ておくのかな。攻撃の後も油断しないで、すぐに動けるようにしないと。食らわない。遅い。とにかく耐えながら敵をすり払わないと。ザクと違うのだよ。ザクとは。
投げ払う。倒しきるまであともう少しだね。気合い入れていこう。その程度の力で。このままでは期待が持たんか。とにかく変えながら敵を振り払わないと。やるね。ナイスタイミングだったよ。人たまりもある。期待が持たん。倒れないように立ち回ることも今も大事だと思う。このままにはすいた。必ず敵を止めてみせる。飛び出したあの動きは多いか。ボンと仕掛けてくるみたい。十分に注意して。あの動きは。私が落ちるだと。うぬぼれるなよ。前の力で勝ったのではない。やっぱりそうそううまくいかないわよね。三日月オーガス。みんなは俺が守るよ。遺体は無限に出せるわけじゃないんだから考えて戦え。十分に注意して。動くなら何とかする。派手にぶつかしてやるぞ。あなたが倒れたら状況は苦しくなるの。そのことをしっかり理解して。オビリンスーツの性能を生かせるなら。分かってんならごちゃごちゃ言うなよ。また戦争地帯が増えるのかな。命を張って戦うことしかできることがないから、オルガと鉄火団のためにそれすらできないなら俺には生きてる価値なんてないから、決めさせてもらう。さよならだ。こいつでもういいの。しまった。喋らない。今生きてる仲間をこれ以上ただのものにはしたくないんだ。俺はそのために俺ができることをするよ。俺は仲間と一緒にいたい。そのためにもっと強くならなきゃいけない。大人の都合なんか関係なく前に出てくるから。間合いが甘いね。
ルプス？バルバトスはバルバトスでしょ。荒屋敷でバルバトスに繋がった時は動くんだ。だから危なそうな時はすぐに回避。近くの敵へしっかり見て。動かないのか。あの距離から耐えながら敵を振り払わないで。こっちへ当ててきた。バルバトスが脱がせ。これ使いづらいんだよな。行け。やるね。ナイスタイミングだったよ。さすがに守りが固いな。まあちまちまやるか。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。そんなとこっす。ねえ、味方に情報送った？なんてこと。味方がやられてるわ。早く救援に向かって。イライラする。まだだ。バルバトスだ。敵の隙を狙うのもいい方法だと思うわ。自分は嫌いだ。この距離逃がすわけないだ。この距離ならこいつ邪魔。動かないのか。飛び抜きスーツの性能を生かせるまま死んでやるね。ナイスタイミングだったわ。そうなんだ。骨目に焼き付けるで。とにかく耐えながら敵を振り払わない。お前の力はバルバトス。これじゃあおやっさんに怒られるかな。やっぱりそうそううまくいかないわよね。やるな、エピオ。少し黙っててくれ。ロックオンを切れたり攻撃されたりしたらアラートが出るから、ちゃんと。
え方はお任せします。逃がさない。ごめん。ファンダロック、コックピットは狙わない。そっちか。やるしかダメなのか。牽制を。戦わなきゃいけないんだ僕たちは。下がって。僕にはわかる。宇宙の心が教えてくれる。レーダーには敵や味方の位置が映っているわ。確認しながら戦って。したくないけど。この場合でやめましょう。こんなの。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。撃ちますよ。しない。そっちか。こんなに重い。ダメ。聞こえる。宇宙の心が。嬉しいわ。わかるよ。サンドル。今の攻撃息ぴったりだった。なんとか。わあ。切り抜け。味方がやってくれたの。戦いの根を絶たないと世界は変わらないんだ。ごめん。隙があるから。いける。今のうちに脱出してください。牽制を。そんなところに。終わらせなくちゃいけないんだ。攻撃の後も油断しないで、すぐに動けるようにしないと。
状況は苦しくなるわ。そのことは知ってるかのよ。子供だって自分の意志で戦えます。ダメだよ、これ以上は。敵の隙を狙うのも僕たちを放っておいてくれ。宇宙の心が味方が。私に挑んでくる相手を無限にできんだろう。噂の先行は好きではない。敵には目標とされ、勝つためにできることを精一杯しましょう。くらえ、いけ、奪うな。こういう手もあるのだ。相手の出方を待つ必要はない。この機体ならば。そうか、あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。絶対に見える。この様子がさっきと違う。受け、これでまた勝利に近づく。この手は抜かん。この様子がさっきと違う。警戒して。受けてみろ。こう簡単に落ちるとは。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。いや、沈むよ。なさせるか。今の攻撃息ぴったりだった。僕の手と私は味方だ。このトールビスに直撃だと。不用意な。消えてみせる。トールビスの性能を受ける。頼もしい味方がいるのはいいものだ。卑怯者め、ちょっと正々堂々勝負しろ。ライトニングカウントの名に恥じぬ戦いができたようだな。周囲に敵への反応がありません。こちらの勝利です。私を試しているのだな、この機体は。乗り手のことを全く無視した設計思想。私を試しているのか。出力を上げれば敵を振り切れる。なぜだ、なぜ私はためらうのだ。モビルスーツの性能をもってすればどんな敵も倒せる。だが弱点はある。パイロットが生身の人間だということだ。さて、私がどこまでトールギスの力を引き出せるか。戦闘用というより決闘用とでも言うべきモビルスーツ、それがこのトールギスなのだ。乗り手のことを全く無視した設計思想。私を試しているのか。
出力。前線の雇われ軍人は功を焦るものではない。どんな状況だって慌てずに対処できればなんとかなるの。前に出てくる。奥の手を使わせてもらう。耐えながら敵を振り払わないと。うかつだな。強いな、このまま近くに敵へしっかり見て。直撃だと。足止めになるな。正面から来るか。相手の出方を待つ。今攻撃中。これでまた勝利に近づいたわね。私だって戦える。とにかく耐えながら敵を振り払わない。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。援護お願いできます。私の力不足とは無駄だ。まだだ。トールギスの力はこんなものでは。これならばどうだ。出力が違うのだ。僕の手を使わせてもらう。ついてこられない。前に出てくるから。私の命の見積もりが甘かったことを証明してみせなくては。私は死んだというのだ。敵の様子がさっきと違う。警戒して。力はこのトールギスに直撃だと。この辺りの限界か。何だというのだ。ここを見つかってくれる。十分に注意して。やるな。死に。だんだん戦況が厳しくなってきたみたい。当たって。パワーが詰まっています。あなたが倒れたら状況は苦しくなるの。そのことをしっかり理解して。不用意な。答えてみても。だと。敵にこっちの位置が探知されてるのよ。勝敗は決したぞ。まだ向かってくるか。ふっ。避けられる。ベラ様のために。動きが読めない。やるね。ナイスタイミングだったよ。ぶっ込んだというのだ。見せてやるぞ。この様子がさっきと違うの。警戒して。これではライトニングカウントの長らくな。のこのこ出ればやられるだけよ。そっちか。このまま。ああ。ぶつける。ああ。なんとか。このまま。調子に乗って。このまま順調に行ってくれればいいけど。こちらは順調。問題なく。
何もできなかった。また紛争地帯が増えるのかな。私も出るぞ。大丈夫か。作戦は遊びじゃない。レーダーには敵や味方の位置が映っているわ。確認しながら戦ってね。終わりだ。観念。バカ。敵にこっちの位置が探知されてるのよ。カンナ、今攻撃すればあの敵を倒せるチャンスだよ。逃がさないで。なんぜ楽な作戦ではないが、君ならできるはずだ。私の力、何が起こるか仕掛けてくるみたい。十分に注意して。撤収準備を始めます。私はネオジオンの再建と打倒アムロ以外に興味はない。
球に残っている連中は重力に魂を縛られている人々だ。人類は自分の手で自分を裁いて、自然に対し地球に対して食材しなければならない。楽な作戦ではないが、君ならできるはずだ。逃げ場はないぞ。当たれ。食らえ。作戦は遊びじゃない。向かってくるのか。味方機体との性能差も考えて戦わないと後で困っちゃうよ。逃がしはせん。もらった。逃がしはせん。バカ、敵でこっちの位置が探知されてるのよ。ガブスレイを預かった以上、それなりの戦果を上げなくても切り抜ける。叩き込む。なめるな。変形する。追い込む。落とす。止まれ。見えたぞ。
ス。簡単だったじゃないか。敵は一掃できたようだな。様子見もこの程度でいいだろう。行動に入る準備はいいな。反対した機体で再出撃することになるかもしれないってこと忘れないでね。シロッコ、これで見極めさせてもらおうか。沈め、エマシーン。とにかく機体さえながら敵を振り払わないと。させてもらう。狙い撃つ。こんなものか。この当てただけ。味方が危険だわ。助けに行かないと。そこだ。30秒経過か。戦況も動く。届くぞ。どう？ここはライフルで。すぐ近くに鉄器の反応。気づいてる。釘付けにしてやる。あの敵かなり弱ってるよ。早く交通してます。手間に邪魔はかけない。狙い撃つ。追い込む。ヘルト、戦況データのバックアップ忘れないで。そこだ。くだ。俺だから消えろ。敵の様子がさっきと違う。ごめん。機体の損傷甚大。これ以上攻撃を受けたらまずいよ。これ以上無理か。ラブスレイ、再出撃。いけるな。当てる。捕らえているぞ。畳みかける。まだ出てくる。倒しきるも、あと投稿したい。安全だ。ここから挽回できればいいな。ボンブ仕掛けてくるのか。十分に注意して。読めている。当たった。まだだ。まだ大丈夫だ。誰に出てきます。そこだ。ならば歯向かうな。バカ。よし、これでまた勝利に近づいたわね。このまま仕掛けてくるみたい。十分に注意して。落ちろ。味方がうまくやってくれたな。サラ、少し感情的に動くことが多いのが少々心配ね。なんとか勝てたけど、かなり苦しい戦いだったね。ターンズが戦うべき相手、エウーゴだけとは思えないな。変形機構は複雑だが、性能はすこぶる良好なようだ。狙い撃つ。簡単だったじゃないか。エウーゴに寝返ったエマシーンか。どこまで信用できるの。敵はダウンするまで攻撃しなきゃ終わらないんだからね。狙い撃つ。今さらそんな骨董品を奪われて。以後気をつける。変形する。キャル、待てる。切り札、貫く。追い込む。叩く。バカ、止まらない。敵にこっちの位置が探知されてるのよ。あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。10秒経過か。戦況も動くか。これは駆け引きなのだよ。
ならともに。すぐ近くに天気の反応。こちらに。これでまた勝利に近づいたわね。まさにかける。当たれ。落ちろ。切り札。勝利を決めたのは味方。敵もモビルスーツを展開している。ならば落とされたいか。叩き込む。ジェリドが上り詰めるために倒さなくてはならない相手。エマシーンか。どこまで信用できるものか。味方機体との性能差も考えて戦わないと後で困っちゃうぞ。振り切る。狙い撃つ。転生になればこの一撃で。近くの敵へしっかり見て。そこ変形を試します。変形を試します。味方がやられてるわ。早く救援に向かって。様子見もこの程度でいいんだろう。味方に気が変わる。チャイナの気を振り払わないと。こんなものか。ああ、データ送信忘れてる。ほら、早く送ってあげて。畳みかける。やるね。ナイスタイミングだったよ。ダン、この距離ならば、こんな逃げるのか、逃げられるのか。この距離、熱くどこに行くのか。十分な手だ。君は立てない。私ならできるはずよ。ターンズの一員として存分に実力を発揮できたな。敵機撤退を始めました。ターンズが戦うべき相手。ターンズも変わり始めようとしている。その先で。ねえ、レーダーって知ってる？頂点。そっちもちゃんと見てね。正面か。これを使う。連携だ。やるね。ナイスタイミングだったぞ。援護をお願い。一人では厳しいわ。もらった。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。戦況も動くことか。
ちらは任せる。今攻撃すればあの敵を倒す。どうした、何やってるんだ。機体の損傷を甚大、これ以上攻撃を受けたらまずいよ。つられ変形する。すまない、このままだとやられちゃう。早く敵を倒さないと。ここはライフル。おのれジギタ、私はあなたの。一度失敗してもまた勝てばいいんだよ。だから頑張ろう。黒歴史を作った人間も我々と全く同じ人間だということだ。眠りなどもういらぬ。時代は戦いを望んでいるのだ。中ばかりの部門の家と素知るやからもおるのだ。
ディアナソレブというのは黒歴史という名の火を恐れる猿に過ぎない。俺は今まで何度となく死ぬ運命に逆らってきた。今度も逆らわせてもらう。火力と装甲の厚さで圧倒する機体か。馴染んだ戦術に対応もしやすい。ねえ、レーダーって知ってる？そっちもちゃんと見てね。遅い！こっちだ。損傷拡大、危険だな。意地を作ってくれる光、ここを仕掛けてくるみたい。誰にも十分に注意して。泣かないで姉さん。俺たちはこの時代に必要なくなった兵士なんだ。また紛争地帯が増えるのかな。リディ・マーセナス、出ます。そうだ、今は信じて前に進むしかない。ちゃんと調整すればミッションも有利に進められると思うの。正面なんてこと！味方がやられてるわ！早く救援に向かって！
っていきます。打ち落とす。なんか敵にこっちの位置が探知されてる。機体の損傷を助かってくれるか。十分このままだとやられちゃう。早く敵を倒さないと。ロメオ8、もう一度出る。今の攻撃いつ2人だった。できることすぐ近くに敵の反応、気づいてる？なんだよこいつ。ここを仕掛けてくるみたい。十分に注意して。隠れない。倒れないように立ち回る人も今は大事だと思うわ。こんなところで追われるものか。待って、今はマジ。飛び抜きの不動性能を生かせるまま死んで。どうなってるんだ一体。また紛争地帯が増えるのかな。
私がいなければ時代は変わらないと感じているに過ぎない。もらった。用心深いな。今だ。ビームを集中させる。消えろ、フレッチャー。終わりだ。事態は見えてきた。あとは簡単だ。出しません。味方が危険だわ。助けに行かないと。痛いよ。私に今だ。行け。バカ、敵にこっちの位置が。タンチ、弱点は近いだろ。倒れないように立ち回る。落ちろ、バトンボ。消えろ、フレッチャー。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。ここまでか。そこだ。耐えながら敵を振り払わないと。ザクトは敵の様子がさっきと違う。警戒して。ここで勝負をつけたくない。倒しきるのにあともう少しだね。気合入れていこう。まだぞ。私は世の流れに身を任せるまでのことだ。また戦争地帯が増えるのかな。ニューガンダム、行きます。俺たちはジオンの残党狩りばかりをしているのではない。ロックオンされたり攻撃されたりしたらアラートが出るから、ちゃんと見てて。遅い。隙には撃て。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。行け。戦いは始まったばかりだ。何だ、敵の様子がさっきと違う。警戒して。立ち向かおうなどと。どこから機体の損傷甚大。これ以上攻撃を受けたらまずいよ。どうした。右、サイコフレームが強襲した。行け。このままだとやられちゃう。早く敵を倒さないと。もうミスはできない。そこだ。だから、それでまた勝利に近づいたわね。右、捕らえた。そんなに落とされたよ。向こうに仕掛けてくるみたい。今だ。十分に注意して。当たる。ボッツ、
この2年間、全部のコロニーは調査したんだな。どうだこいつ。甘い。どうだ。どうだ。おお。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。戦いは始まったばかりだ。俺たちはジオンの残党狩りばかりをしているのではない。ちゃんと調整すればミッションも有利に進められると思うの。いた。やるな。どこから行け。逃がすか。とにかくさえながら敵を振り払わないと。何。どこから。私たちは落ちた天使ってわけね。進め。戦いは始まったばかりだ。一気にやるな。このままじゃやられちゃう。早く離脱して。ねえ、味方に情報送った？ちゃんと連携しないとダメだよ。あ、味方が危険だわ。助けに行かないと。やるな。どういうこと。敵の様子がさっきと違う。警戒して。まだ終わる。味方倒れないように立ち回ることも今は大事だと思うわ。前。バカ。敵にこっちの位置が。タッチ。敵機の撃墜を確認。でもまだ敵機の数は多いわ。気を引き締めて。いつ。いたい。ユーガンダムはだけじゃない。ユーガンダム。どういうことか。さっきと違う。警戒して。沈め。最高。バカ。状況が厳しくなってきたみたい。方法はあるはずだ。遅い。なんだこれは。逃がすな。あの敵かなり弱ってるよ。早く攻撃しちゃって。情けない。やられるのを見ているだけだった。いいようにやられてしまった。やっぱりそうそううまくいかないわよね。モビルスーツの格闘技というのを見せてやる。よーく見て覚えておけ。ジオンの追っ手を防ぐためにも戦わねばならんのだ。ねえ、レーダーって
知ってる？そっちもちゃんと見てね。甘いぞ、間合いが遠い。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。行け。懐に潜り込めば。こいつでどうだ。私たちは落ちた天使ってわけね。遅いな、ダメだ。どうした？私はここだ。大丈夫。シミュレーションだとこれで十分に戦えるはずだ。この程度で終わるはずがない。この戦いはいつまで続く？俺がガトを取る。フルバーニアン異常なし。作戦開始します。ちゃんと調整すればミッションも有利に進められると思うの。そこ、この外国のクソ。あなたが味方でよかった。そう思うんです。いくらでも尽くせ。とにかく耐えながら敵を振り払わないと。何？援護お願いします。すぐ近くに敵の反応気づいてる？時間がないんだ。こうしてる。あの敵かなり弱ってるぞ。早く攻撃しちゃって。機体の損傷甚大。これ以上攻撃を受けたらまずいよ。負けられないんだ。倒しきるまであともう少しだね。ブラックで勝利することに意味がある。向こうも仕掛けてくるみたい。味方が危険だわ。助けに行かなくて。これに動くの。この様子がさっきと違う。警戒して。負けられないんだ。目標撃破。バカ、敵にこっちの位置が。タッチ。このままだとやられちゃう。早く敵を倒さないと。行かせてください。止めても行きますよ。そうだ。
とか勝てたけど、かなり苦しい戦いだったね。新しいノーマルスーツもいい感じだ。一気に敵の中核を突く。できるかな。こちらは準備完了。そちらのタイミングに合わせ。アラートが出たら危険な方向に。俺はこの機体を制御できなかった。まだ俺の技術が追いついていないのか。クソ。一度失敗してもまた勝てばいいんだよ。だから頑張ろう。乗りこなしてみせるさ。どんな機体だって捕らえた。逃がしはしない。いけるぞ。くらえ。させるか。底面がどういう機体かは把握できた。あとは実戦で鳴らした。ほらほら、しっかり。私も応援してるよ。敵の機体、あれか。今の攻撃、息ぴったりだった。こいつ、うわあ。当たれ。大丈夫、勝利の女神が私もついてるんだから。頑張ろう。うわあ。敵にこっちの位置が探知されてるのよ。そこ。まだ時間があるとはいえ、このままじゃやられちゃう。早く離脱して。落ちろ。これでいける。いける。補給にも。ねえ、味方に情報を送った。ちゃんと連携しないとダメだよ。小回りは効くんでね。味方が危険だわ。助けに行かないと。すまない、援護を頼む。そこでまた勝利に近づいた。このまま好きにはさせない。
やれることはある。俺は諦めない。だんだんどうしてだ、成長が厳しくなってきたので。こんな待たせた。今からぐっと何が起こるっていうんだ。邪魔さん調べてくるのか。ゼロ距離十分注意して。何が起こるっていうんだ。すぐ近くに敵機の反対。ここに至ってどれくらいそんなに前に出たらやられちゃうわよ。バカ、敵にこっちの位置が探知されてるのよ。最後の一撃だ。こちら裏木中尉、これより帰投する。撤収準備を始めます。私はただ駆け抜けるだけのことだ。頼んだぞ。時は来た。諸君の活躍に期待する。苦しい状況だけど、なんとか、なんとか粘って。機体の損傷甚大。これ以上攻撃を受けたらまずいよ。止めてこそ我々の後に続くものが生まれる。どんどんモビルスーツの性能を引き出してるね。
ちに待った時が来たのだ。多くの英霊が無駄死にでなかったことの証のために行け。時は来た。敵の力量も読む。うわあ、通さない。いいか、敵に遅れを取るな。あとはないと思え。正面味方機体との性能差も考えて戦わないと後で困る。